さん、皆様ごきげんよう。今日もテゲテゲ日和ご覧いただきありがとうございます。さあ、今日は4月の末、もうすぐ5月なんですが、この時期になるとですね、私のチャンネルご覧になっている方はわかると思いますが、あるグッズを紹介しております。そう、ネッククーラーですね。サンコーという会社から出ているネッククーラー、これを毎年ですね、バージョンアップされるたびに紹介してきておりましたが、なんと今年はですね、その参考からこういうものが出ております。商品名はセナクール。なんとなくね、もうお分かりの方もいらっしゃると思いますが、今回は首元ではなく背中を冷やす、そういうグッズになっております。ここですね、これが例のペルチェ素子というもので冷やされたプレート、これが背中に来るわけですね。背中というか首元のちょい下あたりかな。で、これを首、肩、そのあたりにこうガチャッとかける、そんな感じになっております。まあ、似たような商品がですね、ほぼ同時期に発売されましたソニーですね。そこも同じように背中につけるタイプのものを発売しておりますが、まあ、まず最初にですね、私がなぜこっち側を、この参考の商品を選んだかというと、まあ、基本的に仕組みとしては同じなんですよ。ペルチェ素子というものが中にありまして、それはですね、電気を通すと片面が冷たくなって片面が熱くなる、まあ、そういうものなんで、必ずこのファンみたいなものでですね、風を取り込んで、その冷たくなる裏側ですね、まあ、これで言ったらこの内部の方になるんですけども、この中にあるんですけども、そこに風を通してその暖かい空気を外に出す、まあ、その辺の仕組みはですね、同じなんですけども、この参考さんのはですね、わかります？このスリット、ここから取り入れた空気をその内側、熱くなった部分をですね、冷やすためにこう通す、風を通す部分と、それとは別に背中に当たる部分ですね、そっち側にもこう空気を入れるわけですね。で、この特徴的なスリットの入ったプレート、ここが冷たくなるんですけども、そこにこう風を通すわけですね。背中の不快な空気ですね、ぬるい空気もこのペルチェ素子側にこう通して涼しんでもらおうという、まあ、それがですね、この三幸さんのとそのソニーさんのとはちょっと違う部分ですよね。ちゃんと、ペルチェ素子の暖かくなった部分もこちらから空気を出すけども、それとは別にここで分岐された空気をですね、背中とこの装置の間を通して、快適にしてくれる、それがこの三幸さんのセナクールというものになります。詳しいスペックなどはですね、下の説明欄に書いております、書いているというか、あのリンクを貼っておりますので、そちらに、そちらから飛んで見ていただくといいと思うんですが、簡単に言うとですね、これ、まずバッテリーで動かすことができます。で、この動作モードは2種類ありまして、ノーマルモードの場合はですね、このプレートがずっと冷えっぱなしです。で、このファンも回りっぱなしです。そのモードを使うと約内蔵バッテリーで1時間。次にエコモードというのがありまして、このプレートを冷やすその時間が60秒。次にこのプレートを冷やさない状態、これが180秒だったかな。これを交互に繰り返すモード。このファンはずっと回ってますので、風はずっと送り続けられております。そのエコモードで約2時間となっております。そして外部バッテリー、ここにね、USB の端子がありまして、付属品にもこのような USB のケーブルですね、こう L 字型になっておりますが、このケーブル、これを使って例えばモバイルバッテリーなど1万ミリアンペアアワーのものを使うとですね、ノーマルモードが5時間、エコモードが10時間となっております。このバッテリーを使うと、温度としては外気温からマイナス11度、モバイルバッテリーなど外部給電を使うと、約外部からマイナス14度になるそうです。なので、まあ、基本的にはですね、モバイルバッテリーつないでガンガン冷やす、そういうような使い方になるんじゃないかなと思います。私、ネッククーラーはですね、もう本当毎年4年ぐらいね、新しいのが出るたびに使っておるんですが、そこで分かったのが、まず言いたいのが、
冷たくて気持ちいいんですよ。ただ冷たくて気持ちいいのと涼しいは別物。これをね、もし購入検討される方いらっしゃいましたら、これ頭に置いてください。扇風機なので風が当たってこう体のね汗とかを蒸発させる、いわゆる気化熱で涼しい、これ気持ちいい、まあ、そういう感覚と、この局部ですね、部分だけ冷えて、肌に触れてる部分だけ冷える、そして冷たくて気持ちいい、これも全く別物と考えてくださいね。はい、ということで今日はですね、まずまだ使ってません、一発目です。これを、今からつけて15分から30分ほどね、外の気温はだいたい24度ぐらいあると思います。ここを歩いてきますので、その感想をですね、正直に述べたいと思います。さあ、今ですね、10分ほど歩いたところです。T シャツ、今ね、 T シャツの中にあのアンダーウェア着てるんですけども、それで今つけてる状態ですね。どんな感じでしょうか。ちょっと背中の方見せてみたいと思います。あ、よかった、映ってましたね。そんな感じですね、後ろから見ると、まあ、前から見るとこんな感じですよね。で、私あの首にねこう物が当たるのすごく嫌というか、ゲーってなるんですよ、首を押さえられたりすると。まあそういうのがあって、こうネッククーラーはねちょっと長時間つけるのダメだったんですけども、これはですね、まああんまり違和感ないですね。この細い棒でこう首支えられてるんですけども、今のところつけ心地としてはそんな悪くないです。で、今 T シャツなんですけど、今度ねこの襟のついたシャツ、これで着るとそのどうなるのか、熱を排出するための排出口がねあるんですけども、そこは閉じちゃダメなんですよ。あったかい空気を外に逃がすとこなんで、まあ、そこが塞がれないかどうか、ちょっとこの今度はねシャツを着てみたいと思います。襟付きのシャツはあれですね、ちょっとこの空気の排出口を塞ぐような、まあ塞ぐというか出るんですけども、ちょうどその襟の部分に暖かい空気がこう当たるような感じですね。今私外にいて風が結構吹いてるんですけども、まあそこだとあんまり気にならないんですけど、例えば無風状態の、まあ30度超えの日とか、もしかするとその首の方に、首とか後頭部に暖かい風が、襟に当たった風がこう頭の方に当たるかもしれませんね。今まあ第一印象、まあ今日ね一発目なんですけどもの感覚では、襟なしのこういう T シャツ、それで使うのがいいんじゃないかなと思います。そしてですね、今15分ほど歩いてるんですが、ネッククーラー、昨年までの商品というか、まあ今も売ってるんですけども、ここをね両脇を冷やすネッククーラー、これはまあだいたい10分ぐらい、一番低い温度、一番強いモードで回しても10分ぐらいでもう冷たさを感じなくなるんですよ、皮膚がその慣れてですね。ただこの背中クールですね、まあ、背中を冷やしてるやつなんですけども、これは冷たいです。まだ冷たくて気持ちいいんですよ。まあ、人間の皮膚どこもね同じで、まあ、長時間同じ温度でずっとね、例えば冷やし続けてると感覚が麻痺するはずなんですけども、今のところこの背中にずっとつけた状態、つけた感覚ですね、冷たい感覚っていうのが続いております。これもしかしたらですね、やはりそのプレートの部分がこうスリット状というかね、波状になってて、そこに下から風が通る、背中とこの背中、人間の背中の間に風が今通ってるから、もしかしたらこれがいい感じに効いてるかもしれませんね。これノーマルモードです。次は60秒と60秒オン、
180秒オフのモード、エコモードをね、今から試したいと思います。今ですね、エコモードを試したんですけども、そうですね、初めの60秒、これはまあ全然ね、ノーマルモードと変わらないんですが、そこから、ペルチェ素子の電源がオフになった状態、よく送風できる状態ですね。これに切り替わった瞬間というのは正直あまりわからないです。ただ、どんどんそのプレートが、ちょっと待って、風が強い。どんどんプレートがですね、ぬるくなっていく。その感覚はね、わかります。なのでですね、まあ私はやはり、ずっとノーマルモードで使うと思いますね。モバイルバッテリーをつなげて。で、モバイルバッテリーはこのね、シャツの中にこう、ケーブルを通して、モバイルバッテリーはポケットとかカバンとかね、そこに入れて使うような、そういう運用にしようというふうに今ね、思いました。さあ、そんな感じでスナクール購入して一発目の仕様だったんですが、まずそのネッククーラーとの違い、感覚的な違いを言いますと、長時間つけてても冷たさを感じる。これ、ちょっとね、意外でしたね。しばらくつけてるとこれもね、冷たさ感じなくなるのかなと思ったんですが、まあ、それはやはりこの三甲さんの、ね、この風を送る形状だったり、そのプレートの仕組みだったり、それによるところが大きいんじゃないかなと思っております。あと、エコモードについては、まあ、多分私は使わないなと思います。はい。ということで一発目なんで、まだ今日は30度いってません。20度前半台ですね。基本的には。で、汗も垂れるほどじゃありませんので、またね、そういう季節になったらというか、しばらく使い続けて、また何度かね、感想を皆さんにお届けしたいなとは思っております。ただね、もう本当、この冷たさがずっと感じられるっていうのは、かなりいい印象ですね。で、三甲さんもこの背中につけるタイプの、ペルチェ素子を使った、クーラーというのは初めて第一作目なんで、多分また来年、再来年とね、どんどんバージョンアップしたものを出すと思いますんでね、これからも期待大ですね。ということで、三甲のセナクール、まず一発目の感想でした。それじゃあ、またお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。